どこで縦1列が崩れるか。心持ち誘導のピッチ上がっていきます。1コーナー、まだ中井にも竹地にもアクションがありません。3番高野、マークを取る9番田中、中部勢前受けですが、2コーナー、ここで8番車中井、1番竹地同時に動いた。しかし大外強引に8番車中井、中井がジャンデス飛び出します。7番車の中川英二、5番の矢倉智則、2番中竹勝夫、近畿の4名、1番竹地が思惑通り中段の現在5番手をキープしている。3番の高野が後方7番手、その高野が追い上げる。高野が追い上げて、あーちょっと1番竹地が内で包まれて今日苦しいぞ。最終周回1コーナーから2コーナー、8番中井が逃げた。7番車中川英二、5番の矢倉、2番中竹勝夫と完全に近畿の4名だ。5番手に追い上げた3番車高野、1番竹地は絶対絶命8番手、最終2センター3番高野がまくり上げる。5番矢倉これを牽制。4コーナー回った。近畿勢中井をサブ、中川英二、さあ中井が粘って粘って五輪、8番中井か。あとは4名5名大きく広がっています。